第二次、森改造内閣は、森吉郎が、第86代内閣総理大臣に任命され、2001年1月6日から、同年4月26日まで続いた、日本の内閣である。中央省庁再編前の第二次、森改造内閣と閣僚は変わらず、中央省庁再編により、新体制となった、閣省大臣等の補足事例が発出されたものである。 新省庁となった名番の記号は、原則、各省大臣の手になるものである。ただ財務省については、宮沢喜一が最後まで拒んだため、パソコンの解消体から、宮沢自ら文字を選定し、名番を作成した。KSD 事件に関連し、経済財政政策担当大臣のぬかが福士郎が2001年1月23日に、辞任し、公認には麻生太郎が就任した。 2001年2月10日に起きた愛媛丸事故で休暇中だった森は当時ゴルフのプレイ中で初動の対応の悪さに批判が殺到し、世論調査では支持率8%、不支持率82%まで達した。2001年3月5日に内閣不信任決議が否決されたが、3月10日夜、森は9月に予定される自民党総裁選を繰り上げて実施するとの考えを、 示すことで事実上の対人表明し、内閣不信任決議否決後の52日後の4月26日に、停止自立などを理由に、内閣総辞職をした。これは、長期政権の党首任期満了や、国政選挙敗北以外では、内閣不信任否決から総辞職までの最短記録である。また、一時不採議の原則から会期末に、 内閣不信任決議が提出されることが慣例となっている政界において、会期末となっている6月29日から116日前の3月5日と、内閣不信任決議が採決されたのは、内閣不信任決議の採決において、最も会期末から遠い時期の採決である。橋本国務大臣の補職のうち、規制改革担当大臣の発令は2001年4月1日。 衆議院文芸春秋2018年2月号、竹下から安倍までから、総理17人のベスト3ミクリア高し、後藤健次、170ページ、瀬里川陽洋一著、平成政権史、日経プレミアシリーズ、2018年、158ページ、日本経済新聞出版社第3次、佐藤内閣は1972年6月15日に、内閣不信任決議が否決されて、 22日後の7月7日に長期政権の党首任期満了を理由に総辞職した例がある。第二次橋本内閣は1998年6月12日に内閣不信任決議が否決されて48日後の7月30日に参院選敗北を理由に総辞職した例がある。ありがとうございます。